ラジオネーム三平。あゆさん、デザインパーマの鷹の花親方が吉本新喜劇に出演し、バナナマン日村さんの持ちギャグである子供の頃の鷹の花をぶち込ましやがりました。アドで、僕で、皆さんに来てほしいの、お相撲に。てめえ何やってんだよ。そんな面白ギャグで相撲ファンが増えるわけねえだろうが。毎回毎回エキセントリックな手法で笑わきしやがってよ。もうお前はタカリズムとして R1 に出ろ。四股浅いぞしながらな、マサル氏あるあるぶち込ませば優勝だろ。まあ本音を言えば、マサル氏と仲良くコンビ組んでザ漫才に出てほしいけどね。